どうも高野です、えー、今日はですね、えー、とこれをやったらいいですよっていうストレッチとかトレーニングとかないですかってよく言われるので、えー、そういうのはないよって話をしたいなと思います。まあ、あのぶっちゃけちゃうとって感じですけどあのなぜそういうふうに考えるかというとですねこのトレーニングで全て賄えるトレーニングだったらもうそれしかみんなしないでしょって話なんですよね。 無理じゃないですか。土台無理な話なんですよ。あのー、結局、いろんな要素があって、た投げるにしても、蹴るにしても、走るにしても、ストップするにしても、ジャンプするにしても、一箇所でやってないですよね。例えば投げるからって、手,手だけで投げてるかって言うと違いますよね。全身で、ここ足乗っけて、ついて、腰回して、体回して、腕振ってってことやってますし、 まあ足もそうです。踏んで、体ひねって、ひねって、みたいな感じでやってますよね。となると、まあこのトレーニングだけで全てを網羅ってことは基本的にはない。わけですね。むしろその動作をする。投げるんだったら投げるっていう動作をすることがトレーニングになるんですけど、でもうまくいかない人はいるわけじゃないですか。例えば野球だったら、あの、肘がよく下がっちゃうんですよとか、えー、蹴るときにやっぱ膝が痛くなっちゃうんですよとか、 出てくるんんだと思うんですよそれを補うためにその人に合わせたトレーニングをしなきゃいけないよということになるわけですとなるとじゃあこれで網羅できますかっていうことはないわけですね基本的には体のコンディションを整えていくことは、まあ、ストレッチポールとかやっていくとやりやすくはなるんだと思いますそれでも全体的なストレッチポールだったら、えー、背骨中心になってくるし、まあ、そこから腕を使っていくということは出てくるけど 基本的にはそこになってくるので、まあ、動作につながるかっていうと、ちゃんと知識を持っていかないと、この動作ではこの動きが取れてないから、ここだねっていうようなのがあの、考えられないと思うんですよね。で、その知識がないと、多分ずれてくるんですよ。そのトレーニングを教えてもらいましたってやってますって言っても、この,この動きさえやってりゃいいんだってなってくると、多分注意点が多分ずれてくるので、 まあ、わけわかんなくなってくる。逆に痛くなっている。なんてことも出てくるのかなと思います。これ結構注意ですよね。なので、自分があ悩んでる、例えば動きとかあ、まあ、競技の、競技性のある動きとかね、そういうことを、やっぱりちょっと把握して、そこに対する自分の問題点、自分の強みとか、なんでこうなってんのかとか、そういうところの、まあ、認識ですね。 がが取れてるかかどうかが大事ですなぜならトレーニングってえっ、ー、とまあ A 地点を B 地点に持っていきたいわけですよねだから A がそんなに良くないところで B をいいところ自分の思ういいところに持っていこうとするんだったらここからここに持っていきたいんですでも B は明確にあこうなりたいっていうのがあるじゃないですか例えば野球だったらあのピッチャーで120キロ出したいんです130キロ出したいんですっていうことを考えてたら あの、100球、100球投げても大丈夫だってしたいんだけど、今、100、あの、80球ぐらいで肘痛いんですとかだったら、届いてないじゃないですか。じゃそれを持っていきたいんだけど、じゃあ、A は、どういう問題で80球しか投げれないのかってことを、やっぱり、ぼや、あの、考えていかないと、いくつまでだっても、80球しか投げれないフォームで投げてても、100球は投げれないわけですよね。じゃあ、どういう問題なのか、明確に。 ぼやっとせずに明確にそのためにこれをやりますっていうふうな明確化を顔しないと無理だよってで明確化したらそれに対するトレーニングはいっぱいあるわけですやり方はねでそこを考えていけるようにしないとすごい時間かかっちゃうんですねなんかこう漠然とこれをやればいいやとかストレッチをやればいいんだとか言ってても 的外れだったらそこに行き着かないじゃあ違うのやってみようかまた探してみるやってみるまた違うかもしれないまたやってみるやっとはまった時間かかっちゃうだから自分がちゃんと明確にここがダメなんだなってちょっとこのトレーニングしましょうっていうのが考えれば一番いいけど難しいから専門家に聞くとかあのコーチに聞くとか監督に聞くとかっていうことをやるわけですよねそういうところがちゃんとできてくるといいです だから、これをやればオールオッケーなんとかないし、よくあの、体幹、体幹つって、体幹を鍛えることはすごく大事なんだけど、体幹トレーニングってうったら、こういうような、あのね、あのー、スタビライゼーショントレーニングとかありますけど、あのー、それをやればいいわけではないわけですよね。だってこうやってやる、あの、止まってる競技はないんだし、そういうことを考えていくと、おうん、何が大,大事なのか。ちゃんと何が自分がこう、 問題点があってあの取り組んでいくのかその問題点はいくつもあるかもしれないですよその中の1個まず取り組んでみて B で行こうとするでも届かないじゃあそこでもう一回、えー、問題点を探ってみてあここもあったねでここも取り組んでいこうってやっていくってことがやっぱり一番の近道なのかなという,ふうに考えますなのでそんなこれさえあればオールオッケーですよってことはないということだけ認識して頂ければいいかなと。 そういうういいのがあったらもうすす。でに出てますこんだけ科学が進歩してトレーニングとか進歩しているのでやり方も YouTube に出てますだけどこれがこれが全ての網羅するトレーニングだっていうのがあれば出てるんだけど出てないのはないからですそれはちょっと認識しないといけないと思います。 これさえやっておけばいいですかと結構よく言われるんですけどそうこれさえやってればいいようなものがまずないんだよなと思ってその人に合わせたもの君にはこれだねあなたにはこれですよねこうだからこれこれこうでこういうふうにや,やりたいと思ってるからっていうのが大事だと思いますでこれをこうするとできますよねっていうあできたなっていうところがあればそれを続ければいいと思うしであのポイントをちゃんと聞けばいいと思うんでそのように考えてもらえればなと思います、まあ、ちょっと 難しい問題かもしれませんか。でも、あのー、だって人間の体一人一人全然違うのに、男、と女の筋肉量も違うのに、えー、大人と子供じゃあ、あの体の構造とていうか、ね、強さ、弱さも違うのに、その辺をやっぱり履き違えてしまうと、何でもかんでも OK なわけではないということですね。はい、ちょっと分かってって感じでしたね。はい でした。えっ、ー、と、また、それもですね、質問などありましたら、詳しく知りたいってことあれば、LINE 公式でもいいですし、インスタの DM でもいいですし、ここのコメント欄でも構いません。そこでちょっと質問していただければなと思いますし、えー、うちに直接問い合わせいただいても構いません。ぜひ、ちょっと一緒にやっていきたいと思います。では、今日はここまでです。以上です。ではまた。